MVP a 大谷翔平の、凄さ、おかいこ、二刀流はオープン戦から凄まじかった。大谷がセンター方向に高く打ち上げたと実況。打球がバックスクリーン後方に消えた瞬間に、さ、よ、な、だ、翔平意と興奮。素晴らしいショーだ。再びバックスクリーン越えと叫んでいた。MLB 公式ツイッターは実際の動画を公開。 米ファンからは、良い発音だナイスな実況、さよならだって、笑と反響が集まっていた。球団は飛距離464フィート、約141.4メートル、と発表した一撃、大谷は3打数2安打2打点、打者で出場したオープン戦前7試合で安打を放ち、打率579とした試合だった。 シーズン開幕後は投手で130回13156奪三振、野手で100打点、138安打、103得点とし、メジャー史上初の投打5部門で100到達。MVP 獲得の期待が高まるばかりだ。米大リーグのエンゼルス、大谷翔平は投手として9勝。打者として46本塁打、走っては26盗塁と歴史的シーズンを送った。 MVP の発表に向け、二刀流の、凄さ、お月ごとに振り返る。今回は3月、オープン戦から爆発の兆しを見せていた大谷は、同16日、日本時間17日、のインディアンスとのオープン戦で2試合連発となる中越え4号ツーランを放った。MLB 公式ツイッターが動画を公開すると、米実況は、さ、よ、な、ら、と大興奮していた。 特大弾に声量も上がった大谷は2番指名打者で先発出場3回2試3塁佐久投手3冠のサイ・ヤング賞右腕シェーン・ビーバーが投じた初球をフルスイングしたチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュースコンマ動画の内容が良かったと思っていただいた方はぜひ チャンネル登録、グッドボタンを押してください、グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです、よろしくお願いいたします。